血で血を洗う戦いの日々を続ける闘士たち。彼らが束の間の安らぎに見るのは大いなる勝利の前触れか、それとも不吉を呼ぶ悪夢か。天下の覇業を追い求め、今夜もまた強者どもが夢の中。夢にまで見た玄徳と二人だけの休日。いくら当主とその臣下という立場でも、この思いは誰にも止めることはできない。今夜こそは玄徳と一緒にあれとこれと。こりゃ玄徳、どれまたこないなもん使うてからに、今から特訓したるで。水着まで取らないでください。玄徳、待ってろ玄徳、今すぐ助ける。おお、私はこの湖に住む女神関雲長よ。あなたが探しているのはあなたを好きな玄徳ですか、それとも読書が好きないつもの玄徳ですか。なんだと、お前は私を試すつもりか。選びなさい。この女神誰かに似ているのが気になるか。カンさん、たまには読書するのもいいものですよ。カンさん、今日こそこの私のすべてをあなたのものにしてください。もちろん私を好きな玄徳。やっぱりいつもの読書好きな玄徳だ。あなたは正直者ですね、関雲長。ご褒美として両方の玄徳を差し上げましょう。これぞまさに劉備天国。ありがとう。ごめん、お前本当はいいやつだったんだな。ブレーモノ！今回は何も覚えはないんですが。